パトリック・ジェームズ・ライスンベは、北、アイルランド・ベルファスト出身の元同国代表サッカー、選手。元サッカー指導者。現役時代は、アーセナル FC と、ワトフォード FC でプレーし、ワトフォードで、現役引退後は、主にアーセナルで携わる仕事をしていた。パットが15歳の時から、アーセナルの下部組織の間で才能のある若手として、その名を知られていた。 1967年、バーンリー FC とのカラバオカップでトップチームデビューを果たす。それからしばらくはトップチームでの出番は訪れなかったが、1970から71シーズン、当時右 SB のレギュラーだったピーター・ストーリーが中盤へコンバートしたことによって、このシーズンからパッドが右 SB のスタメンとして起用されるようになり、チームは リーグと FA カップのタイトルを獲得した。その後、アーセナルは広角の危機に瀕するなど、クラブは低迷期に突入するが、パットは安定した活躍を見せ、1977年、アラン・ボール・ジュニアがクラブを去ってから、パットはアーセナルのキャップテンを務めた。1978から79シーズンには、クラブの名勝負として名高い FA カップ決勝。 マンチェスターユナイテッド FC 戦で2点目をアシストするなどタイトル獲得に貢献した。また、パッドは過去にアーセナルで5度の FA カップ決勝進出という記録を保持しているが、そのうち優勝を果たした試合はこの試合のみである。1980年公式戦528試合出場13得点という記録を残してワトフォード FC へと移籍した。 1980年、ワトホードへと移籍したパッドは、加入初年度から、チームのキャプテンを任される。1981から1982、シーズンには一部昇格を果たし、1983から84、シーズンには、クラブ史上初の FA カップ決勝進出の、原動力となり、同シーズン現役引退。北アイルランド代表では、FIFA ワールドカップやユーロの、 本大会出場経験はないが、1970年から代表を引退する1979年までの9年間、キャプテンとして代表をまとめた。ワトフォードで現役引退後、再びアーセナルへと戻り、1984年から1996年まで、下部組織で若手選手の指導に携わり、 1988年と1994年には、ユースカップ優勝を果たし、教え子には、ボールマーソン、レイ・パーラーなどがいた。1996年、当時アーセナルで監督を務めていたスチュワート・ホーストンが解任され、次の監督までの中継ぎとして2週間ほど、暫定監督の座に就いた。その後、監督に就任したアーセン・ベンゲルから直に、 アシスタントコーチに命じられ、2012年までベンゲルを支えた。パッドとアーセナルの選手そして指導者といった関係は、通算44年にも及んだ。また、クラブと別れを告げた理由として、ガンと闘病するためと明かしている。ありがとうございます。